きますね。おっと1、2、3、4、5、6、1、キモすぎ。18。ああ、そうか。いやね、ブラックジャックだったらいい線いってるんですけどね、18は。26個ぐらい入ってると思ったわ。確定だ。確定負け。ね、もうちょっと前だったら21だったかもしれないね。いや、哲也さん。はい、チョコパイから。1、2、3、4、5、6、7、8、9、9個。え、その形で9個入り入ることあるんだ。なるほど。ちょっと底上げされてるもんな。やばくない？面白い。底上げ。いや、昔12個入りだったんだよ、多分それじゃ。ね、ここでも無理だろ、11個。10個入るんだ。で、これか。はい、10。でも、いい線いってそう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。うわー。20、ラスト。うわ、チョコパイさんやりすぎだって。これは12から14の想定でやってたんですけど、今っていうか何配置も11って何え、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 わー、やったー、優しい。お前のスポーツはシンプルにタッチやれ。ブラックジャック、すごい。うわー、すごい。じゃん、りょうた、松田りょうた、松田りょうた、おゆうすけ、おー、りょうた、ゆうすけ、すごいやん。あ、すごい、プレゼントです、持ち帰ってください。わぁ、てつやだ、すげえ。名前出たらなんだっけ、ん、名前出たらなんだっけ、あ、負けか、これ倍だ。倍じゃん、名前出たら負けだから。じゃあ、前から出せ、理不尽が。倍食うか、タトゥー掘るかと。名前ボーナスということで、わぁ、なに、診察差し上げます。だい、ここでリスクの奴は重いよ。結構やかもしれない。量ゼロ、歩み、ふぅ、お、すごい、光彦。僕、窓際。あ、指からの光彦。あ、確かに。やばいね。じゃあ、次確定じゃん。コナン？ジン。やっぱ光彦、黒幕なんじゃん。説濃厚になってきた。すごい。ゆうた、今日は何？雑コムだった。量の雑コムだった。ここでちょっとさ、あれを見たい。どんぐらい映えを見せてくるか。タケノコの里行きましょう。へぇー、おぉー、だいぶちっこいからな。もうね、手負いの獣が怖いってこと教えてるよ。に、え、まこいつ。あー、じゃあ俺そんぐらいが見たかった全員。そうだよね。あー、マジどうでもいいな、兄は。なんだよお前これ。2なんてどうでもいい。にこれで前目なしだったな。いや、許さん、これで負けるの一番しょうもないから。もう許さんからね、目なしだったの。バカ言うな、お前。お前2で、お気に入って目なし許さんからね。見てろ、次親だってこと覚えとけ。大つまんない人。面白くない。アップデート大正解じゃないか。どうだ、新地の立場に大正解だ。頑張れよ。じゃあ俺行くわ。12か。おい、4。まあまあ、強いんじゃない。うわー、いや、際どい、際どいね。34。これどうとでもなるよ。これどうとでもなるね。いきます。こちらがあんたが食べる数の指標です。2か2か。おっと、あるよ。俺もこれ、これ正常運転だから。俺ひふみだったら結構やばいんじゃないの。いきます。やばいと思うよ。あぁ、イエーイ、やったぜ、イエーイ。こんなやつ目なしで余裕。どうしたー、転がれよ。やっていい、餃子、ウェイ。欲しかったんでしょう、餃子が。やってくれたな。いいよ。王将が見えますね。王将の餃子はでかい。12、13。おお、いいとこじゃない。そうだよね、その辺でね。お前ら、ひふみが自分出すっての忘れてるよね。ちなみに出すわけねえだろ、こんな。ひふみが出ちゃうこと忘れてんだよな。やったな。極限状態で珍次郎が勝つもの、それは珍次郎をどれだけ長くプレイしていきながらある。高校からの実力見せるよ。めなしい。ちっちっち、一発ごときでそんな。このターン外れたくないんだ。めなしい。はい、めなしハンドパワーです。でん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 、めなし。こんなままで人生で500回なんだ。こうやって乗り越えてきたんだ。人生の荒波をこうやって
元気ですか？元気です。おかげさまで。おかげさまで。みんな元気ですね。これ何このワクワクのメニュー、やばくない？すごい。予約がプライボードね。そう。うわー、出た。マジでできんのこれ。うわ、プライボードでした。やったやった。何人ですか？プライボード3人。このさ、フライフィッシュ見たことなくない？これフライフィッシュはタコみたいです。確かにあんまり。これすごくね。これ一番おもろい。何これ、こういくと。こういうですね、骨から一発展してクレアトーク。へぇー、これおもろいや。このタコで上脱ぐだけ。脱いだらもう水着脱ぐだけ。はいはい。シコンポンラーメンね。ここはダメか。ダメか。チンチンフライになっちゃうもん。チンポーリス。マジマ、ずっと回しといてよ。すみません。俺が何するか分かんないよ。本当に糸清水は何するか分かんない。カメラ回ってんとかでずっと意味分かんないこと言ってたから。マジ怖かったね。やべえ、パンツ履いてた。うわ、終わった。履いてねえ。逆だ、逆。あ、逆じゃねえわ。お前、何が逆なんだ。油断した。何が起こった？いいの取れたな。量いきます。はい。どう？えぐい。えぐいの？早く入った方がいいぞ。いけ、いきます。何？早く入れ。上から全然わかんない。早く入れ。バジバ早く。バジバ早く。バジバ早く。大変なことになってるから。みんなでお届けするんだ。やばい。早く入って。ガイドさんは知ってんだよ。知ってんだよ。ガイドさん知ってるほど見てんだよ。1個目の商品もう紹介するからな。おぉ、これや。なんや、これすごいね、これ。なんて書いたの？いくらで買った？だ4万5千。4万5千。ザギンデシース、毎日食べれるぞ。任天堂っていう会社らしいな。なんて書いたんだ。テスターラブ、フォーヤングレディース&メン。これおかしくねえか。男より女が先にあるぞ。あ、舐めとるな、この会社。レディーズ&メン。普通男が先だろ。英語うまいな。勉強しとるだ。名前な。本当にすごいな、これ。じゃあ何が以上とわかる？やってやるよ、俺がよ。感電するかもしれんぞ。大丈夫だ、電気なんて。よし、じゃあ、もう疑いたれ。じゃあ、見たい。あれ？動かんな。わかった、これ書いてあったけども、握って手握るんや。あー、なるほど、これで二人が手を握り合う。じゃあコメディアンならちゃんと見せな。いくぞ、せーの。うわー、すごい、針がちょっと動いた。これは7だな。 7? 7? 7? 俺らの愛、7 7? やっぱ、いいなー。さあ、ということで、はい、まずは僕のスイカゲーム。一応目的としては、はい、スコアをなるべく高めていくっていうゲーム。そうね、これは分かりやすくスコアが出るから、うん、どんだけ成長したかも分かりやすい。ただやっぱこのゲームやった時に一番感動したのってハイスコアがどうとかじゃなくて、スイカができたかどうかなんですよ。そうなんですよ、うんうん。でスイカを作るのは意外とむずいと、うん、運ゲーなんじゃないですか。こんなの落ちてくる果物の順番というか。それでいいんだったらね、 A ボタンをバーってやった時はみんなできるんで、うん、やっぱ一回もう自分で体験していただいて、はい、あ、スイカ作るのって無人だなってことをまずやってもらってから、思ってた最初のプレイじゃないな。デザさん、これ教えることないんじゃないの？ねえ、デザさん、これ教えることないんじゃないの？僕に思ったよりうまいな。柿は降ってくるんでしたっけ？柿は降ってきます。柿待ちですね。これ柿来てぶつければ結構なことが起こるかもしれないですね。もしかしたら、もしかしたら
全然実況しちゃってるから、それ教えてあげる。もしかしたらこれ結構なことが教えてほしい。あ、これ見てください、はい、あのデコポンデコポンなんて実質書きですね、これはね。んデコポンデコポンで、あ、ほんとだ、これ書きですね、ここにで、左すぎると、うん、リンゴにぶつかって右行っちゃうんで、うん、ゴインって、あ、ここなし、うん、なし着地で大丈夫、まだ更新しかしない。もう一回ワンプレイするっていう、はい、これ左寄りでやんない、なるべく左寄りで、こっちも押し始めちゃってますね。おおおおおお、終了のお知らせねえ、スイカでしょ。むしさんめっちゃうまい。違う、まい、いや、スイカ出せるよ、違うって。マジでできない、これ本当にできないよ。マジで1回目でできないよ。俺出したことないよ、スイカ作るわけないやん。1回目でスイカできる人あんま見たことない。マジで見たことない。いや、ガチでこれ本当にガチこれ実況やってて今赤スパめっちゃ来てる。いや、すごいよ。生、いや、しまった、生配信しなかった。うわー、ちょっと何プレイかやってたったら分かるよ。ちょっと一発目でスイカないって。ちょっとスーパーサンクスで、ね、お願いします。お願いします。あの、コメントでございます。すごい、これはマジでうまい、うん、あ、なるほどね。そしたら動くよ。うん、これがホバーボール。みんなでこれ自体だから、あれを受けるよ、受けるよ。もしもし君と一緒だよ。今ジャンプいらないか。よし、そこ、ふれ。あ、ジャンプ。え、みんな分からん、この距離感。右スティックの視点を使うのよ。チュートリアルの、チュートリアル。気が知れる。チュートリアル。右スティックを使うのよ。美里さんみたいな。当たるって。もうそれ見なくていいよ。まっすぐ見て、ゴーゴーゴー。みんな移動してる。ホバーが先行っちゃうのか。落ちないよ、危ないって。落ちたら終わりだよ。まだいけない。お前の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 すごい今の。危な、神プレイだ。ごめんごめんごめん。おお、よしよし、行け、いけ、レッツゴー、ジャンプや。あー、なんだ、おい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 、あーあー、よし。ジャンプや。言い方がこうしだったら自分が風に乗ろう、風に乗ろう。自分が分かればいいって問題じゃないんですよ。一番最初に思いついてボスになったたくさんプッカが用意して1個コアラのマーチって。ボロボロになって何も分かんなくなるかなと思って。難しかったなこれね。まあやっぱ見てる人が思ってるより考えてるっちゅうわけやな。そうな、大変やろ。なんか問いかけの時間暇だから喋っちゃってるだけなんで。喋ってるせいでなんかちょっとくらい使うかってなっちゃうね。ちょっと使わなきゃ伸びちゃう。自分だったらどうする。おい、問いかけんなよ。自分で編集すると思って喋る側になってみたらどう思うと思うんで。だいぶ変わってくると思うよ、動画の見方。やってみたら、喋れば喋るだけ大変なんで。動画一回やってさ、100万人でも行ってみてやからコメントしてみればいいじゃん。こういう動画見てみたい。お前その1枚の絵だけで言ってるだろお前。一回100万人行ってから考えてみればいいじゃんか。なんか言いたかったんだったら。混ぜですか。はい、混ぜます。わ、入りますよ。いきます。入っちゃうね。よっしゃ。わあ、これはわからない。完璧です。じゃあもう30分で見つかってんじゃないか。父さん、これちょっとやりすぎちゃって。いやこれってあのひっくり返してもいい。あ、もうご準備どうぞ。それでは両腕が用意したチャレンジスタート。ゆぅっ、これと同じね。ちょうどここだった、ちょうど。ゴング、何俺ら脳内ゴングってこと。え、ゴング誰が鳴らした。共通の脳内ゴング。髪の音はめ時計がぶつかったんじゃん。ぶつかったんじゃん。髪の音俺じゃないでしょ。あー、すごい。いらない、この時間いらない。私たちもう30年31年生きてきて、いろんなことに気づいてきました。スポーツってプロには絶対勝てないってことが分かりましたね。たくさんやりましたね。たくさんやってきたじゃないですか。で関係ないもん、うん、で無理だってなったりすると思うんですけど、僕1個思ったんです。この競技なら勝てるんじゃないかって。いつもそうやって言ってるんだ。今日はワンチャン勝てる。僕の160メガの頭の PC で2年かけて解きました。おー、時間かかる。フェンシングなら勝てるなっていう。フェンシング、まあこの格好でね、ちょっと勘のいい人はまあフェンシングやるなって。いや、こっちだ。俺だよ。この格好であんまいないよ。まあちょっとルールとかも全くわからないので。そうなんですね、いっぱいいますよね。そうですね、フェンシング3種類、フルーレとサーブルとエペって。で、私はそのうちのエペっていうのを専門にやってます。あー、僕もエペ。じゃあじゃあお前やってます。僕はスーツだ。じゃあスーツやってないよ。素人目で見たら長坂
って名前気づかないんだよね。そう、あんこんだけだもん。めっちゃ有利やん。殺人ロボットみたいな。あ、でもなんか今ちょっと今ちょっとフルドリアルやってる。右スティックの視点を使うのよ。耐えてる耐えてる。短いリーチが違うから。あとプロのサーブ短い。いいよ。届いた。全然できますわ。おー、なんで宇宙、なんで宇宙服なのって言われたっけ。何？めっちゃ宇宙服なんだよ。宇宙面と繋がってるじゃん。戻れるようにするためのロープじゃないっすよ、これ。やばい、今んとここのバーベキューのモテポイントは量に人締めされてるぜ。いや、立ってるだけだよ。いや、でも、トシビチはペグ持ってきたから。確かに、ペグ持ってきました。夢丸が一瞬で火つけるやん。お、任せろ。やばい、てっちゃんボーサした。お、言わず平らげる。ギザフィクション。ベロリ。ベロリ。一番かっこいいよ。ベロリ。食べんならちょうだい。食べんならちょうだい。まあ久しぶりに聞いてないね、久しくそのセリフ。マウンドは通してからや。えた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 。鈍い音。大丈夫？ごめんごめんごめん。あ、大好きやね。あー、これ埋まっちゃう。やばい。地中で落下させる。地中で。あ、これ、皆さん、怪我して、結構な怪我して、あれ、可能性はある。よっしゃー。はい。え、あ、なんか冷やすだけ。いや、結構や。結構や。やばい。無言で行くときは結構。そう。ちっちゃい声で俺聞いてたんだけど、たけし君に、あ、死ぬ。大丈夫って言ってたから。そんな言ってた。あれやばい。あれこれが回るのを祈るばかり。いやー、回ってほしいね。何が何がどうしたの。何これ。これ氷だよ。氷。え、今日寒くない。いらないでしょ。せといて。いやいやいや、ずっと持ってたから俺ずっと。いや、寒いからここ行っちゃう。寒いよ。火と相性悪い。カイロとかいいんじゃない。カイロ、カイロ持っていてあげて。打撲しちゃった。え、打撲しちゃった。ごめん、ごめん。大丈夫、ほんと大丈夫だから。ごめんね。言ってごめんね。犬系男子だ。犬系男子ミス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 。もう一回、もう一回殴る。カクテルを久しく飲んでない。久しぶりに飲む男が飲むカクテルで、情景としてはダブル、あの…いいな、りょうのも注文してあげるわ。ありがとう。りょうくん、一体のやつ。じゃあ、りょうくんにセックスオンザビーチをください。おーおー、すごい。岡崎サンセット、オリジナルですか。これオリジナルですよ、もう20年前くらいからずっと。20年前、すごい。あ、くそくそー。うわ、こわっ。よかったね、今。今ありそうだった。いや、なったら熱かったね。ほぼ2択ぐらいの距離だったね。これめちゃくちゃうまいっす。これも美味しい、セックスオンザビーチ。かわいいやつ。何ちょっと笑い。笑い。名前が恥ずかしい。中学生が。中学生がいい。H。ここで照れないでくれよ。H とか言えないみたいな。どこでしょ。タイミング完璧。じゃあ、大佐、おかしい。ケチャップとか。やったことないでしょ。全部って、家がになるだけでしょ。あ、違うね。テキーラ消えた。やろ、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 すごい。テキーラが消えるだけで、家がめちゃくちゃ残る。違うのよ。テキーラが消えたかどうかだけ考えてみます。正直な感想を聞かせてください。テキーラが消えたかどうか。ライムよりどっちが消えたかっていう。はい。じゃあ、岡崎のメガネに乾杯。おはようございます。メガネ乾杯。家が、家が、家が、家が。ダブル。ヤドモトが乗ってたぞ。ヤドモト、年別荘、山田。今でこそこの挨拶しっくりくると思いますけど、もしかしたら違う世界線があったんですよ。全然あったんじゃないですか。ちょっと違う世界線バージョンいきますね。はい。ヤドモゴミ箱味噌汁のハヤトと、ヤド年別荘、力太郎だ。
嘘でしょってなってた可能性も今嘘だって思うけど、この世界線があったんですよ。まあ、いわゆるボツネームなわけですよ。東海オンエアはゴミ箱味噌汁との二択でギリギリ決まったんですよ。そうですね、当時 TV とか流行ってたでしょ。そう、それだけは避けようって言ってオンエアをつけたんですよ。で、僕の親とね、夢丸の親もハヤトと力太郎夢丸っていう。そうね、それやばいです。いや、それは親父なのよ。説明すると、僕の親父がね、まあ、今は亡き親父が最初に俺が生まれる時にね、お兄ちゃん3人いるんだけど、普通の名前、普通ではないんだけど珍しいね、いちいち気になるって。まあ、夢丸は決まってたんですよ。でも親父が言ったのが、クイタ力太郎夢丸はどうだって言って、お母さんが猛反対して力太郎が消えました。冷静に夢丸でも結構珍しいね。いや、そうだよね。それをね、当てることができなかった間抜けはですね、今後の人生で失敗してしまう可能性があります、ね、自分の子供の名前ミスってるよ。あ、そうですね。とか、まあ、としんさんはあの個人活動で音楽名義変更されましたけど。やったやった。あんま覚えられてないんだよ、名前って。ちょっと改めて言っときましょう。僕の名前はね、どうしようもない雑魚でしたっけ。そのレベルから。あ、そっち。どうしようもない雑魚の遍歴いらないんだ。罰ゲームじゃない。まあ今から僕はね、あんたが言うなってことをめちゃくちゃ言うんですけど、ちょっとそこは一旦あの言わないお約束でお願いします。はい。でも食べ物で遊ぶのって本当に良くないじゃないですか。実質ここはリゾットいただきます。ねえわこれ。おい得意であれよお前。うわ辛いし。辛いんだ。辛さもある。あ辛い。ああ。ココアが入っているよ。全くわからないもん。ね、うん。まあココア要素ゼロだね。まあちょっと甘いのかな。まあ、ココア合うと肉いんで美味しくなるのにって思った。意外とうまいんじゃない。あ、でもオレンジと、あバカオレンジじゃないかい。もっと用意してよ。あ、全然大丈夫、やっとこうか。何やって、やってこうかって。いや、汚そう。これ大丈夫か。消えちゃった。すごいな、コロナ禍の人が見たら泡吹きそうだよ。全部ついてきた。ほら、見て。うまい。チルなくなった。カルボナーラ、カルボナーラ、これカルボナーラ。カルボナーラ、じゃあカルボナーラに見える。見た目はいいよね、それ。そうね、ちょっといただきます。見せたら羨ましいわ。んかーん。んかーん。みんなで間違えれて助かってるね。そうかも、一番あの健全な間違い方してるね。あ、オレンジラーメンの作者のコメント、はい、テレビでパイナップルラーメンが話題になってて、酢豚に入ってるパイナップルが苦手な私はオレンジでもできるかなと。チャレンジする勇気はなかったけど、とうとう作ってしまった。その後、その後って言ったよ。感想聞いたよ。それで終わり。おい赤番だお前は。やだ、まさかやらによと、たしゅうと、今のと、皆さんのおかげでもしゅうえいです。いや、今日哲也がね、いなくて。あ、そうだね、うん、とある事情でね、この後来るみたいですね、タレさんもね。あ、そうはい、ということで、今日の企画なんですけど、はい、このまますごいものを見つけてしまいました。ああ、はい、この世にはね、面白い食品がありましてですね、ラーメンはご存知ですよね。ラーメン大好き。ラーメン、ラーメン自体は知ってると思うんですけど、なんとですね、そんな顔だ。そんな何でもか。口が手伝わなすぎるけど。思いますね、虫眼鏡さん。いや、虫眼鏡言いますよ。虫眼鏡狙ってますから、やっぱりヒカキンさんの座を。あ、座を。あ、まあ、もちろん。なるほどね。もうちょっとでも隙見せたら、もうちょちょいって言っちゃいますからね。気をつけてください。うん、いつね、ソロデビューしようかもう悩んでますから。いや、あんまソロデビューとか調べてます。あ、本当ですか。グループ辞めるとはあんま成功した人見たことないです。あ、そうなの。芸能界にまんまいないんで。カツラが痛くなってきました。カツラしてる。カツラ、あ、カツラって言いました。僕カツラって言ってました。すいません、メガネのストレージが足りなくて。ストレージが足りなくて。味噌のね、この準備ができたんで、まあ、とりあえず今大さじ2入れて。全然味薄いわ、もっと。うわ、うまっ。飲んでみよう。うん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 。これね、全然違うわ。クリーミーさがまだちょっと足りなさがあるんで、ここでコーヒーフレッシュ、ちょっと隠し味で1個ぐらい入れとくか。で、あとラー油だ。香味油、こんくらい。なんか違うんだよね。玉ねぎ？野菜の旨味が薄すぎるんだ。すりおろすか、じゃあ玉ねぎ。
銀一、信長、DJ 小林。学校で友達全然おらんかった女に限って卒業後にパーマネント当てがち、徹夜。